嘘か本当かわからない。というわけで、あともう、こう他のレジにも行って、もうめっちゃかけるわけよ、こう。あなたは、信じ切ることができるだろうか。都市伝説のコーナー。やったー、ちゃんと言うつもりで会えたー。何テンションだって言わない流れが来てるから言うっていう。ということで本日も都市伝説に詳しいご説明をしていきましょう。よろしく。ここはちゃんと言わないですね。今日はね、世界の変わった法律とかやりましたよね、前。はい、やったね。そんな感じで世界のめちゃめちゃな犯罪者特集です。おお、変わった犯罪者ってことですね。そう、もう一言で言っちゃえばもうアホです。なんでお前それやっちゃったんみたいな。おかしいね、今。やっちゃった。今日はそれを8000、8000個も、8000じゃ、8000の方じゃなくて8チョイスの方の線ね。やっていきます。お願いします。まずね、アメリカ人めっちゃ多いっす。やっぱ自由の国ね。で、一人目もアメリカ人です。おい。カー用品店よ。そこに強盗しに行ったんですよ。そう、銃持って、おいみたいな。金出せみたいな。金どこにあるんだっつって。で、店長がこう手挙げてんだけど、鍵マネージャー持ってるんで、僕持ってないから金あげれないんすよねみたいな。強盗は困るわけよ。ああ、どうしようかなっつって。で、これなんて言ったかですよね。よし、わかった、じゃあ。もし鍵ゲットできたら、そう、俺の電話番号これだからこれ。かけてくれ。って言って、帰っちゃったんですよ。で、電話番号でアウト。電話番号で呼んで、そしたら警察もいるからもうそれでも捕まっちゃったっていう。そのリスクを一切考えなかったっていう。嘘でしょ。これが一人目です。もうこんな感じのあと7人いきますね。マジで。はい。今度はコロンビアですね。またね、そのコンビニの強盗なんだけど、強盗する前に逃げるものないなって気づいたんですよ。足がない。そうそう、そのコンビニの前になんかパクったんですよ。何パクったのかというと、ロバをパクったんですよ。ロバをまずパクって、それに乗ってコンビニ行ったんですよ。行けたんだ。そうそうそう。まず行けた。なるほど。で、コンビニのもうめっちゃかっさらいまくって、もうめっちゃ重い荷物をロバに積んで、もうこれで帰ろうとしたわけ。でも予想外だったんが、あまりにも重い荷物背負ってたから、重すぎてロバが1ミリも動かなかったんですよ。でしかももう重すぎてロバ怒ってるわけだから、うん、めっちゃ泣くわけ。イエーイ。それでもうめっちゃ注目浴びちゃって、もう速攻されたんですよ。アホやね。暴行罪の男がいて、あんまりね、そのバレなかったんよ。ちょっとその人ね、見てほしいんだけど、はい、こちらです。この人なんですよ。おー、いかついな。お前殴りそうやな。そう、タトゥー入ってるじゃないですか、めっちゃ、うん、これあの自分のやってきた犯罪を全部タトゥーで彫ったんですよ。すげえ。例えば何やるんですか。めっちゃ首絞めてるんですよ、ここで。これに関しては多分違うと思うけど、ヘリ乗ってすげえ撃ってますから。これはさすがに彫ったタトゥーが証拠となって逮捕されてしまった人でしょ。じゃあ4人目はね、どんなアホなことをしたかちょっとみんな予想していきましょう。4人目はドイツなんだけど、その女の人、今回は薬局行ったわけよ。搾乳機ってわかる、機械みたいなのがあるんだけど、これを買おうとして、まあお金受け取るじゃないですか、はい、これをパクるときにあることをしてパクったんです。さあ何をしたでしょうっていう。ソーセージの皮の中に詰め込んで逃げた。ドイツだからね。ドイツだから。そういうこと。違いますね。まあ女の人っていうのがヒントかもしれないね。ブラジャー置いてた。あー、近づいてきましたね。え、これ近づいてんの。髪の毛が垂れてそれでやられた。どういうことや。え、もっとぶっ飛んだ発想だよ。なんて胸を出していった。おお、近いんだよね。全裸で逃げた。あー、ちょっと違う。答え、母乳をかけた。わかるか。母乳を店員にかけて、うわちょっとやめてください、やめてくださいって言ってる間にもうポッて言ってます。母乳かけた後もこう他のレジにも行って、もうめっちゃかけるわけよ、こう。店内めっちゃパニックになってるのから。しかも女の人だから下手にさ手出すわけにもいかんじゃん。そうだね。だからめっちゃ困ってパニックになってるところをもうさって言ってパッて。母親かけられてえな。じゃあなんだよ、てめえの性癖発表する場所じゃないか、ここは。まあね、ここでね、我が国日本の登場。あ、来た。もう俺的にはこれが一番ね、ちょっとツボったというか。何してんねんみたいな。事件は大阪で起きました。大阪、さすが一番起きたぞ。そんな誇らしげに言うとこじゃないで。ひったくりっていうのかな。女の人がこうカバン持って、もうバイクでもうスッて取っちゃうみたいな。これを盗んだ後に何をやったかっていう。もう逃げりゃいいんじゃないの。もう俺もそう思ったよ。お前それやることに何の意味があんのみたいな。信号待ちしてた。あー、違います。
ちょっとぶっ飛びとかが足りないから。足りないんだ。おしっこかけた。おお、結構近い。近い。近い。うんこ漏らした。うわー、違う。え？正解は、うんこを投げつけた。俺らやねん。日本もなかなかクレイジーなことしてますね。やるやんじゃないのよ。39歳の建設関係の仕事をしていた M さんがあらかじめ自分が出しておいた用意して用意してあるの。そう、用意した。左手にこう、スタンバった状態で取った状態でもう顔面に素手でも、そう、素手で持ってて顔面に投げつけたっていう。これまたアメリカに戻りまして、あの今度は空き巣をね、やったんですよ。空き巣委員長ね。金管釣られた人じゃない。空き巣入って、はい、財布だったりとか時計だったりとかジュエリーだったりとかもうパクりまくるんだけど、この後どうしたかわかりますか？戻した。あー、戻さない。もう売るよね。わー、売らないね。身につけた。身につけないね。空き巣やっで、そこで居眠りしちゃった。でも相当緊張して、うん、もうそのストレスで疲れたんかどうか知らんけど、一通り終わった後にそこで寝ちゃったんですよ。警察がそこにたどり着いても爆睡してて。あれやん。起きてます。起きてます。山内なのよ。もう起きてますしか言うことない。で、もうあまりにもそれが滑稽すぎて、そのアメリカの警察が Facebook に投稿した写真があるんで、それがこちらです。素晴らしい。この人ですね。え、これ寝てんの？これ寝てます。え、目開けてるやん。横に置くな、横に。いや、もうこれまんまだったんじゃない？あ、この状態で？あ、そういうことか。盗んだものまとめてたんだよ。あとあと、調べて分かったことだが、この犯人はディオン・デイビスという名前で、この家で、家政婦をしている女性が最初にデイビスに気づいた。家政婦はデイビスに気づかれないように警察へ通報した。急いで駆けつけた警察はデイビスの写真を撮った上で身柄を確保した。横に置いてあるビニール袋は彼が盗んだものである。これらを家から出た後売って金にしようとでも思っていたらしい。7人目もまた米国でございます。アメリカすげえな。今回登場するのは2人の強盗。2人がグループになってよし、あのコンビニ強盗しようみたいな、うん、でもこの2人はもう本当にすぐバレます。この2人的にはもう完璧にもうマスクとかして完全に見バレしないように対策をしてきたんです、うん、でもその対策がマジでアホなんです。なんでしょう。事前にアポを取りに行った。ちゃいますね。顔面をセロハンテープでこう止めて顔をこうかっこよく分かる変顔みたいな。あー、いいね、いい発想だ。おー、マジ。答えはですね、その用意したマスクとメガネを全部マジックテープでやったっていう。はっ？もう見た方が分かりやすい。これも、はい、こちらです。はい、これです。これです。マジックテープやってマジックする。そう、マジック。あ、そう、マジックだ、マジック。強兵の1週間の方がすごいやん。油性で書いちゃったから全然落ちずに写真撮る時もこうなってしまった。だって2人おるってことは止める方がおらんかったってことだよ。よし、これでいこうと。これが7人目ということで、はい、最後はね、俺的に一番衝撃的だったということで、なかなかぶっ飛んでる。あの、まず、この人は図書館で3歳ぐらいの女の子を呼んで、足を舐めるみたいな。そういう、ちょっとね、3歳。ちょっとなんかもう、変態みたいな犯人だったよね。変態ですよ、それ。見たいじゃないよ、それ。で、まあこの人が、普通に親に、何やってんのみたいな感じで通報されて、速攻で捕まってしまったわけなんだけども、逮捕される時に、この人が言った言い訳がね、まあ、ひどい。いんすよ。そんな言い訳まかり通るわけなかろうにみたいなね。何でしょう。お腹が減ったんだよ。あー、なるほど。もう全然足りてない。変態、もっと変態になりきらない。分かった分かった。はい、足めっちゃ甘いもん。意味違います。全然幼児の足で甘いはず。お前やったことあるんけ。まあ答え、オバマ大統領に仕組まれたんだよ。国の陰謀だこれは。オバマのせいにした。そう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 。3歳のその女の子も、あの女の子が俺をつけてきてもう舐めさせるようにしぶけさせたんだ。ひどいな。あのすって、もう逮捕やもんな。大丈夫です、大丈夫です。違うんだよ、オバマが。いや、大丈夫です、大丈夫です。あっち行きますからね。で、しかもその人はあの前科があって絶対刑務所に戻りたくないだけやんみたいな感じで捕まってしまったんですね。にしてもひどいな。以上が8000となります。なかなか日本が一番ぶっ飛んでないか、これは。負けつけたやばい。ダメよ、ことか。じゃあ、こうなんて言えばいいですか。え、ガオ京平さん、うんこってなんて言えば。パクパク。うんこってなんて言うの、たぶん。うんこはうんことだよね。まあ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 、俺は別にそっちでいいはずだからね。お前が言い出したの、責任取ってくれない。うんこってなんて言うの。ブラウン。
え？ブラウン。あのっす。勝ちましたんでこのように世界ではまあいろんな事件が起きていると、まあ、あなたの身の回りにもこのようなおかしな事件が存在するかもしれません。下手が投げつけられるかもしれません